ホットスポットドコモアイファイフレット S スポットエリア表示ホットスポットは NTT コミュニケーションズが提供していた公衆無線 LAN サービスである。日本全国に4000のアクセスポイントを有し、空港、JR 主要駅、私鉄、東京メトロ、都営地下鉄、東海道新幹線や、プロント、モスバーガー、カフェドクリエ、タリーズコーヒーといった飲食店でも利用が可能であった。 NTT ブロードバンドプラットフォームのバックボーンを利用し、NTT 東日本、NTT 西日本のフレッツスポットや NTT ドコモのドコモ Wi-Fi とアクセスポイントを共有、ソフトバンクテレコムの BB モバイルポイントとローミングが可能となっていた。また NTT ブロードバンドプラットフォームが提供している公衆無線 LAN 用のポータルサイトである Wi-Fi を利用することができた。 OCN 利用者向けに月額315円の定額制プランを提供していたほか、2011年11月からは OCN ホットスポットのみを使用する新規加入者向けに月額525円の OCN レギュラープランを提供していた。2012年6月1日よりソフトバンクテレコムが運営している BB モバイルポイントも利用できていた。 2013年7月31日をもって、旧ホットスポットエリアのサービスを終了し、翌日以降は、BB モバイルポイントのローミングプロバイダーとなる。a b n t t コムが、公衆無線 LAN サービスのラインアップを見直し、OCN ホットスポットに一本化。2012年6月8日、OCN ホットスポットサービスエリアの見直しについて、2013年1月29日。 ありがとうございます。